乾杯。乾杯。始まっちゃうか。しさちゃんとアスピーのお料理チャンネルの時間がやってまいりました。はい。ちょっともちったやな。今日何作りましょうかね。今日はカルボナーラ風サラダを、スパゲティサラダを作りたいと思います。作れるの？大将がご指導を。まあメインで食べられるようなサラダを作ってみましょう。はい、じゃあレッツクッキング。アスピーサラダの、食材の。紹介をお願いします。はい、玉ねぎ、はい、きゅうり、はい、つかだとお肉のベーコンとパスタと、はい、卵です。はい、じゃあまずきゅうりを、薄くスライスしましょうか。はいはい、白身と黄身というのが出ます。卵黄と白身、はい、はい、で卵黄と黄身、それは巾着、はい、あの鍋に麺を入れている間にドボン、ドボン強くなるかな、はい、たまらしましょう、はい、開くか空気が入っちゃう、よ
白身。マスタード、うん、する大体でいいよ、大体ちょっとビッて1センチぐらい、1センチぐらい、もうちょいな、はい。で、黒胡椒、そこをうまくのし
白身ですね。刻みましょう。はい。こんな感じで。うん、はい。適当でいいよ。パラパラパラってパラパラパラって散らして、うん、パセリの粉でもかけて粉でもかけて、はい、はい、完成です。どれ食べて生温かいのもいいよ。どう？でも辛くない？それでも美味しい。本当に。